柏田森文から1910年6月20日は、明治時代の日本の政治家、教育者。号は、天氷。鹿児島県会議長、第四高等中学校校長、衆議院議員、文部次官、千葉、茨城、新潟の各県知事を歴任した。薩摩国薩摩郡平助号平助村出身の武士であり、部屋には、東郷平八郎から贈られた。 日本刀が飾ってあった。鹿児島時代は漢学を治め武芸に秀でていた。殺鳥度のご新兵を務め上京。小松原栄太郎、美佐は進む、鎌田栄吉、光津国助らと同志で、1874年、慶応義塾で同窓の薩摩藩士、奥田直之助と学び、在学中から、明けぼの新聞に政策論を発表し、そうした関係で、 国会規制同盟会員となる。1881年に、慶応義塾を卒業して、帰郷し、鹿児島へ戻り県会議員になる。後に、中谷つ介西園寺金持ちらと、東洋自由新聞を創刊し、自由民権運動を主張。自由党創立時には、幹事として、敏腕を振るった。1887年旧世代四高等学校校長となり、 衆議院議員、千葉県知事を経て文部次官に、その後、茨城県知事、新潟県知事も務めた。ありがとうございます。